皆さんこんにちは。あ、こんにちは。今日は、カナダのブリティッシュコロンビア州ビクトリア市のユニバーシティオブビクトリアに今来てます。ここの3年生のハルデック君、どうも。こんにちは。あと後ろはなんかどっか日本から学生かなんか分かんないのが来てますけど、まあその方はじゃあどうでもいいです。じゃあちょっとこれ持ってゆっくり動かしてね。これからまあこの大学をちょっと周回しようと思います。お願いします。これ左についた方がいいね。右左、うん、どちらもいいんじゃない。すげえな。どっちもいいやな。おー、ここはねちゃんと止まんなきゃいけないんですよね。歩行者ね、歩行者最優先でね。小さくみたいな。適当にここはライブラリーで言ってけばいいのね。これ俺が言うの。なんか言ってよ。はい、ここが経済とビジネスを勉強するビルディングです。ビルディングです。ゆっくり動かしてよ、カメラで。ああ、しかしこれ夏は綺麗だよね、もっとね。そうだね、紅葉の時とかはすごいここの道綺麗。ああ、みんな歩いてどこに行くの。ここは何で、あっち側がアートとかミュージック系の勉強するビルディングですね。ここは何、アジア系の人間は 何パーセントぐらいなの。あんまり気にしたことないけど。そんな多くない。あ、まあでも多いっちゃ多いんだろうけど、まあでもそんな多くないかな。うんうん、まあバンクーバーとかはすごいけど。うん、またブックスターまで戻んじゃん。これ戻りますよ、一周ね。お願いしますよ。あの2階建てのビルって市内走ってたっけ。うん、どこでも走るよ。一時停止して真面目にしないとね。あ、ピント合わないな。赤い点ついてるよね。ああ、うん、これなんかズームやると変な風にピント一気にずれたりする。そうワンウェイなの。今すげえずれてんだけど大丈夫。どっかに遠くに。ここ何、これ近代的だよね。ここはサイエンス関係のビルディングですね。遠くで校舎から校舎まで行くの超大変ですよ。休み時間とかの間に行くしかないもん。で、ここがバイオロジーとまたサイエンス系の。あれはドーム。あれは生徒が住んでるビルディング、ね、え、つか全くこれピント合ってないんだよ。なんか曇っちゃったんだよ。あ、そうだった。これ止まるな。いや、まだ合わないぜ。ダメだ、消して、一回もう閉じちゃえば消える。